フットサルフェスタ2022みんなが主役をスローガンに、誰でも気軽にプレーを楽しめる大会。年齢性別ごとにカテゴリーを設定し、幅広い地域で予選を開催することでフットサルらしい多様性を受け入れる大会。そんな素敵な大会にマルバはアンダー12のカテゴリーで2チームが参加。すでに予選を戦い、関東地域決勝に進出した。関東地域決勝の舞台は所沢フットサルパーク。この日の天候は雨、気温は10度を下回る環境で行われる。地域決勝参加チームはご覧の8チーム。2つのリーグに分かれ予選を戦い、各グループ1位のチームが全国大会出場に向け代表決定戦を行う。マルバはそれぞれ別ブロック。代表決定戦でのマルバ対決は叶うのか。第2試合終了時の順位表はこちら。マルバは両チームとも2連勝。最終戦を引き分け以上で代表決定戦に進むことが可能になった。最後まで気を抜かず予選リーグ3連勝で代表決定戦に挑みたい。それでは第3試合、 A グループマルバ FC フューチャー B 対 PSTC ロンドリーナ、 B グループマルバ FC フューチャー A 対リガーレ東京ネクスト、この2試合をご覧ください。あ、ちょっといい、ちょっといい。あの、じゃあスタート中入ってください。さっきの試合気になったのは、ここに当てられた時にスタート中どうぞ。蹴った相手が走ってくるか、蹴った相手がこう回ってくるか、そのまま決まってるか、その選手を追いかけるか、まあ希望に挟みに、まあ、その人はできればいいか、まあ、こういったあの2対1を持つ時には1対1プラス2対1。行こう。ちょっとナイスブロック。
見て。ナッキー呼び込んでごらん、ボール。どうぞ。ナイスボール！その代わりさ、ミクがナッケ、行っていこう。できるだけ前の感じ。楽しんでよ。Thank you.
楽しんでね、楽しんで一体一体。いや、ついてきるよ、ついてきる。わお、ナイスシュート。ナイスキーパー。はい、できなかった。はい、はい、はい、サキヤありがとう、カバー。はい、そう、はい、楽しんで、楽しんで、ありがとう。いやー、うまいね。点取られるとしたらリクリクリ君、点取られるのはさ、やっぱりさ取られ方でしか点取られないから、あんなに気づかれないからね。あとゴール前はもっとさ、相手の場所絶対あるからね。はい、はい、行きましょう。
しんで楽しんで。いやー。最後、はい、締め方。リーグ戦全試合終了時の順位表がこちら。マルバー両チームとも無敗で1位に。この結果を受けて全国大会への出場をかけた代表決定戦はマルバ対決に決定した。最高の舞台でお互いをよく知る者同士の絶対に負けられない戦いが今始まろうとしている。場所ナイス。